トヨタ自動車によりますと、今日夕方から稼働を停止するのは、国内にある全14工場の28ラインです。稼働停止は、社内外の関係者や従業員の安全確保に加え、交通網が途絶えるなどして、工場への部品供給が滞り、欠品する影響を考慮したということです。明日夕方以降の稼働については、明日午前に判断するということです。国内工場のすべてのラインが停止するのは、システムの不具合の影響を受けた去年8月以来です。